鉄道グランの皆さん、こんにちは、北山博光です。ジャンルにあんまとらわれずというか、まあライブとかももちろん意識しながらなんですけど、こういろんな要素が混ざってということで、まあちょっと動物じゃないですけど、ちょっと音楽と動物とちょっと例えて比喩して作っていったという感じなので、まあいろんな表情があるアルバムになったんじゃないかなと思いますけど、結局決めるのって前もって結構決めなきゃいけないことが多いんで、ちょっとこうタイトルをこう何が入ってもいいような枠としては捉えて作っていこうっていうのがあるのと、逆にそれを面白さとして、いろんなジャンルにとらわれずにちょっといろんな楽曲とかも作っていこうかみたいなことで、始めました。こだわったコンセプトは、まああんまりこうとらわれないっていうことですかね。だから何が入ってもいいアルバムだし、だけど自分らしさってなんだろうみたいなところを模索しながら作った感じですかね。そうなんですよ、なんかよくわかんないんですけど、なんかそうですね、全然違うんだけどなんかまとまってるっていうのが、もともとやりたかったことだし、そうはあるべきだと思ったし、だからまあ「ズ」っていう、こう一枠ではちゃんと外の枠としてはあるっていうのを、なんか聞き終わった後になんか納得できるといいなと思ってたんで、何か統一感があるっていうのは良かったなと思います。今石君はまあもともとこう界隈が近くて、友達同士で、僕の親友が会ったことないなって、歌番組とかではまあもちろんどうもあるけど気が合うと思うんだよねって言われて、ポンチョで一番最初焼肉行ったのが初めて、で、あれが何年前だろうな、8年9年前かな、会ってで、まあそれから何回かご飯行ったりとかするようになって、お互い仕事の話はしなかっただけどやっぱこう自分がこう年を重ねにつれて自分がいろいろ判断していかなきゃいけないってなってった時に、ちょうど多分今市君もそういう時期で、で話はこう仕事っていうこと、同じエンタメって中で話すようになって、なあまあなんかやれたらいいねみたいなってことからこういう運びになったんですよね。だからそれ言ってたのが何年前だろうなっていう感じですけど、3年経ったかな、2年かな前ぐらいになって、やっとなんかそういう仕事お互いがどういうふうにやってったら面白いかっていうのが見えるようになってきたって感じですかね。あ、このタイミングリュウちゃんじゃあアルバム出すんだみたいな、俺もそのタイミング出すんだけどみたいなえ、じゃあ一緒にやらないみたいなお話いただいて、で、あ、じゃあちょっと時系列面白いからお互いのアルバムやってみたいなっていう話の流れです。ジュウ君はもともと僕がこの仕事を始めたオーディションが同じ日にいた子なんですよ。何年前だな、10年前ぐらいに辞めて自分でバンド活動して、作曲とかでバンド活動するようになって、でもずっとそのまま仕事を続けてたんだけど、このタイミングで楽曲作ったら面白いねっていうので作り出したんですよね。今回のコミックっていうのも、もともとお客さんがこういう風なノリでできるキャッチなところにですっていうところから始まって、ものすごく時間かけて作り出したというか、一緒に作り出したというか、でそれに対して僕はまた歌詞を書くっていうのが始まって、2人でよくね、この曲を生み出すのはとても難産でしたって話を難産でしたっていう話なんですか、本当に大変で、でもその分もなんか一緒にその16歳から本当もう22年ぐらいの仲間ともう一回こうにできるっていうところが、なんかお互いエンタメ続けててよかったなって毎回初心に戻れる感じですね。斉藤君は一番最初
僕全然やってなかったんですけど卓球やろうって言われて卓球めっちゃ面白いじゃんって、そんな俺夢中でやったことないからって言ったら、そしたらなんか一緒に行く友達は前ラケットとか持ってて、えそんなガチなのってとこで行ったら斉藤君いたんですよ。で斉藤君は卓球好きなんですよ。でまあ年代も近いし、でバンドとして一線でやられて、で僕はまたやバンドじゃないけど同じ音楽業界にいて、でいつか一緒にやりたいねみたいな話をしていて、それで今回アルバムに入ってるのが In the Moonlight って曲は絶対この曲ずっといいんだよって話してて、アルバム作る時に斉藤くんってあれあったじゃんって、これアルバムどうかなっつったら、あやるやるっつって言ってくれて、2人で世界観をあまりすり合わせずに作ってる、それが面白くて、わで最後に上がった時にえこれってどういう意味みたいなことをちょっと話したから、やるともうお互い褒め合って終わる平和な世界まさか卓球からねそうなるとは思わなかったですけど、かわされましたよ家で眠ってますあんまり活躍するわね。そうですね、2回ぐらいしか使ってないですねあのその楽曲を振り返ってみたら、僕21歳の時に作ってて、すっげえ前に作ってるんだよっていうのがあるから、なんかそれを今の俺が歌ったらまたちょっと違うのかなと思ったりとか、あとファンの子たちがどういう思いで当時聴いてたとか、あなんかいろいろあるんだろうなっていう、時間が経った分なんかこの曲って知らないところでめちゃめちゃ育ってたというか、俺そろそろ歌いたいなみたいな歌うかみたいな、そっからなんかいろいろやり始めて、だからライブとかでも本当はもう本編ってその前で一回終わってる、だけど全くそれとはなんか違う軸で歌い出すみたいな演出やったら面白いよなと思って、うん、そういうライブでもそういう場所に置いた曲だし、そのボーナストラックっていうそのね、ちょっと大事な部分というかにもそういうところに置いたりとかして、まあ自分が21歳の時にどういう思いでどういうふうな考え方してたかみたいな自分のルーツの部分にもあるから、だから大事な曲なぁと思って今回入れたって感じですね。いい歌だな、自分で作ったけどやっぱり聞きました。いや、というよりかはなんか俺以上にみんなの方が大事にしてたって感じかな、俺はただこう青いなと思うけど、これでいこうっていうのはやっぱある程度自分で決めていくっていうことだったりとかするんで、そういう部分で大きく変わったりとか、あとはまあ制作の時間がより増えたりとかね、でこう0から1を何か作るっていう作業がものすごく増えたかもしれないですね。それに対してこうその1を示した時にどういうスタッフでどういう風にしてくって膨らましていくみたいな、なんかそんなことをやり始めた1年だったかな。両方じゃないですか、ね、楽しいし大変だし、でもやりがいあるし、あとそれがダイレクトに返ってくるしね、聞いてくださってる人だったりとか、なんかそういうのは楽しくやってますよ。あー体力的にはまあでも大丈夫かな、なんかわかんないけど、当たり前なことを当たり前にやるじゃないけどうん、まあ、なんで見てる人がやっぱおもろいなと思ってくれることがねやっぱ大事だから、だからまあ体力がどうのこうのっていうのはちょっと二の次かな、とか言って次のツアーつらそう10年夏
んかいろいろ考えたりとかね、ちょっと体力二の次になるんだけど、なんかしライブあれ、セトリとか考えたり、辛そうです。え？もう曲聴いてもらって、基本参加型なの？ライブは。どこ参加できんのかなってこう探ってくれると嬉しいですよね。なんか声出したみたいな、声ここだったら一緒に乗りたいっていうところに乗ってくれてもいいし、俺が一緒にいきなり本番中なんかそのやりだすかもしれないし、一緒に作っていくっていうのはね、でいろんなとこ一緒に地方回ってそれぞれがそれぞれでベスト作るけど、横浜までこう戻ってきた時になんかもっとなんかこのアルバムが完成してるというかライブが完成してるみたいな、そういう風な作り方したいっすよね、うん、ワクワク先行して動き出して現実知って不安になる感じ。せっかくこういう仕事してんだから楽しくしないとね、いい意味で引くに引きない状況って必要かもしれないです。そうなんかそういう時にさ結局人の力って出るじゃんね。だからそういうのがやっぱ自分でも分かってるし、そういう方がいいっていう、周りから見たらまたなんか北山戦ってんねみたいな、結構昔からずっと言われてたんですけどね。だから変わってないですよスタイルは、うん、面白いか面白くないか、うん、なんかこう満足するっていうか動いてないことに対してなんかいろんな言葉で正当化する人たちっているんだけど、いるなと思うんだ、動いてないとね、水も腐るしね。うん、やっぱなんか必要なんですよそういうのね、うん。僕はそっちを選択するって感じかな。で8月26日に僕のファーストアルバム2が発売されます。僕の今の思ってることだったりとか、音楽がたくさん詰まってるアルバムなのでぜひとも聴いてください。